ゼロ、レトロゲームが好きな一人が来場しました。和骨です、デンデンさん。四重のです。デンデンさんいらっしゃいませ。いらっしゃいです。ゼロ、レトロゲームが好きな一人が来場しました。吉野はこれからもずっと。ゼロ、東方プロジェクトが好きな一人が来場しました。ゼロ、ボーカロイドが好きな一人が来場しました。今日も左手にこっついバリカンがバーン怒られるで、わらお疲れ様です。まったりお茶屋さん。いらっしゃいです。ビッグゼロ、ゲームが好きな一人が来場しました。ミク様にいいのをやってくれ頼む。まったりお茶さん。車掌殿、挑戦回数はミストジュエルを使用すると1回分、最大10回まで回復できちゃうのです。戦闘開始。私の輝く姿しっかり見ていてよね。ですなぁ、なめんじゃねえです。敵を撃滅。私の強さ、分かってくれたかしら？ゼロ、猫が好きな一人が来場しました。戦闘開始。ですなぁ。おら！痛い攻撃。よっしゃー、運送会社の娘なめ
いつもより優雅に行くわ。ですなの。行くよー。なめんじゃねえです。攻撃。いい子にできました。車掌殿、準備はバッチリですか？いつもより優雅に行くわ。うちも今日の午前で仕事終わりになったのが強い金曜な気がする。だが今日は木曜日でした。わら、まったりお茶さん。ゼロ、ボーカロイドが好きな一人が来場しました。鬼人は戦いから逃げない。三月まで仕事です。デンデンさん、いらっしゃいです。くらえ、これがサンタさんの必殺技シグマ。おうおう、これで終わりよ。道悪い。わー、いい子にできました。力なら負けないよ。あえ、これがサンタさんの必殺技。痛い。ですなの。行くよ。おら、わたしの輝く姿しっかり見ていてよね。年末年始のお疲れ様です。12、33まで鬼人は戦いから逃げない。夜は午後から明けます。まったりお茶さん。しちゃダメです。パワーボブぶっ放すよ。これで終わりよ。夢ギフト、ありがとうです。私、運動神経なら誰にも負けないから。メリークリスマスです。夢ギフト、ありがとうです。気がついたらもう12月も終わりが近い。もう明後日で終わるよ、デンデンさん。車掌殿、準備はバッチリですか？ミスタタレインはいつでも出発できますよ。ゼロ、アニメが好きな一人が来場しました。戦闘開始。くらえ、これがサンタさんの必殺技。イベギフト、ありがとうです。私の輝く姿しっかり見ていてよね。痛い攻撃。
メリークリスマスですなの。自分の部屋テレビないから、いつも時間の感覚が鈍る。すべて鬼人は戦いから逃げない。まったりお茶屋さん。一緒に行くわよ。これで終わりよ。テレビないと確かに。プレゼントを配りましょう。悪いことしちゃダメです。暗いやがれです。痛い。攻撃一応痛いですなの。行くよ。痛い攻撃攻撃連携攻撃勝てないです。ショボーン、車掌殿、準備はバッチリですか？巨大樹のそばまで来るのなんて久しぶりだな。普段は鉄道軍の奴らがいるから近づかないようにしてるんだけど。なるほどね。これは誰とも会わないわけだよ。まさか鉄道軍の基地が丸ごと壊滅させられてるだなんてね。やったのは君。年末あるある、ずっとね、年越しそばに乗っけるエビ天がウルトラ高い。中身ちっちゃい、コロもでかい。どんだけボルネ。わらわら、まったりお茶屋さん。君はとっくの前に鐘を鳴らしただろう。僕が来る前に鐘を鳴らして、ここで姿を隠して待ってたんだ。はい、難しいことを言われてもわからないよ。僕は君を見ても怖いとは思わない。サマンサは危ないやつだって知ってるけど、危ないと怖いは違うね。え、僕以外に生きてる人間はいないの？ここにはメトロアイゼングラートの基地があったはずなんだけど。何それ、面白そう。毒を吸った怪物って何？その毒って僕でも耐えられないほど強いのかな？触ったら死んじゃうとか、それとも近づいただけでダメなのかな？異界の毒、確か上から来た奴らがみんなしてそんなこと言ってたな。じゃあさ、その毒を吸った怪物っていうのを調べたら何かわかるんじゃない？そいつを殺して首を持っていったら車掌さんが喜んでくれるかも。あいつ、僕を誰だと思ってるんだよ。このぐらいの霧、何でもないっての。敵だ。いいね、この感じ。久しぶりだよ。めちゃくちゃ強いやつがいるじゃないか。鉄道軍をやった怪物っていうのはこいつのことかな。
ねえ、出てきなよ。こそこそしたって意味ないよ。お前は鉄路の探求者だな。ここで何をしてるんだ、サマンサ。魔物にしてはよく喋るやつだな。いや、それは別にいいよ。僕の方はお前に危害を加えるつもりだから。こいつも強いな。戦ったら面白そうだ。でもさっきのやつじゃない。それにしてもどうして鉄路の探求者がサマンサを気にかけるんだ。それをやるためには僕を倒す必要があるはずだよ。そうじゃなきゃ僕に話しかけるわけないもんね。なんだお前、魔物を呼べるのか。すごい数だな。面白い、すっごく面白いよこれ。何これ、強そうな魔物がたくさん。まるで軍隊だ。鉄道軍のやつらがみんな死んじゃうのも仕方ないね。うっさいな。僕は今魔物の軍隊に夢中なんだよ。せっかくいい気分でいるんだから邪魔するな。殺すぞ。それは違うわね。その子は本気であなたに勝つ気でいる。この気配、さっきの強いやつだ。どうもメトロアイゼングラードの問題児さん、こうして会うのは初めてね。バラのレイピア。お前メアリーだろ。メアリーローズガーデン、セントイリスで一番強い騎士だって聞いてるぞ。いかにも、私がメアリーローズガーデンよ。セントイリスで一番強いっていうのは言い過ぎだと思うけど。僕と勝負しろ。予想通りの反応。本気じゃなくていいからね。軽い手合わせでいいからさ、今この場で勝負しようよ。この状況でよくそんなのんきなことを言ってられるわね。私もあなたも今ここで死ぬかもしれないのよ。じゃあこいつらを倒してからにしよう。お前が手伝ってくれたらきっと早く終わるよね。だからね、手伝って。最初からそのつもりよ。どのみちここは二人で戦わないと勝ち目が薄いからね。それじゃあボルクタ、行きましょうか。デュエルしようぜ。私は自分のペースで戦うからね。わら、まったりお茶さん。私の邪魔をしたら容赦なく蹴り飛ばすから、そのつもりで。お前いいね、僕気に入っちゃったよ。リボギフト、ありがとうです。逮捕します。今宵あなたの大事なものをいただきます。ですね。停車確認。ミストトレインは無事にメトロホールを抜けました。周囲に敵影なし。行くわよベスチャー、第一班降車。了解しました。大瀬戸は
車両の上から全方位の警戒を。了解。アイゼングラートのメトロホールはだいぶ過激だったわね。線路は一直線だったけど、最初から最後までずっと魔物に襲われてたね。おまけにトンネルが暗いのなんの。魔法がなきゃ迎撃は難しかったよね。ヨシノとヴィヴィアンにはお世話になりました。でもタイシェトは外に出て戦ってたわよ。役うつく姉妹も驚いてたわね。列車周辺の安全確保ができました。第二班も降車してください。了解。行くわよプトラン。これはアイゼングラートの巨大樹。イリスクラウドの巨大樹とそっくりだわ。でも思ってたより霧が少ないですよね。メトロホールの内部が荒れていたので、こちら側でも厳しい戦いを想定していたのですが。メトロの巨大樹って比較的安全なんだよね。霧の海みたいな怖い場所がないってミヤコが言ってた。私もそのように聞いています。メトロの鉄道軍は巨大樹の周辺に拠点を設けているとか。イリスクラウドじゃ考えられないわね。みんな気をつけて。遠くに霧が見えた。大きな剣舞が発生したよ。巨大樹の方ですね。突然現れるにしては随分と大きいですね。なんだかどんどん大きくなっているような。大きくなってるんじゃないよ。あの剣舞こっちに向かってきてる。とっても速いよ。異質な剣舞が続きますね。車掌殿、ミストトレインにお戻りください。状況によってはこのまま退却しましょう。前進？一体なぜ？迎え撃つにはあまりに巨大ですよ。ミストトレインの簡易結界では防ぎきれません。車掌殿の言う通りです。線路際に二つの人影を確認しました。霧に包まれているので詳細は分かりません。霧を率いる敵将という可能性もありますよ。剣の鏡や鉄路の探求者の襲撃では。それならとっくに攻撃されてるはず。ここはもうつよつよ魔法使いの射程内。確かに。ちょっと離席しますね。終了まであと5分なのです。30分延長しました。
戻りました、ショボーン。それにゲームキョンはデンデンさん、こんなおバカな突撃はしてこない。おかえりなさいませ、まったりお茶さん。軍団の先頭に立つことはない。ではあの人影はこちらの味方。パディントン、警笛、そのまま観測。了解しました。姉様、何ボサッとしてるの。発射用意、車掌の案で行くわよ。了解しました。大勢と車両を守りますよ。反応ありました、魔法による信号弾です。魔法による信号弾。はい、黒い玉のようなものがこちらへ飛んできます。ゼロ、レトロゲームが好きな一人が来場しました。すみません、あとはよろしくお願いします。攻撃魔法を目視で確認。一応防御魔法は貼ったけど、迎撃の準備した方がいいわね。吉野も手伝う。これはメアリーのゲート。ナイスタイミングよ、特鉄隊。こんなことってあるものなのね。始まりますよ。よこしょ。かゆい。かゆい。今宵、あなたの大事なものをいただきます。逮捕します。狙いは外しません。今回は人類の勝ちですね。気力を開始するよ。動くと撃ちます。よっこしょ。かゆい。かゆい。今宵、あなたの大事なものをいただきます。狙い通り、いい位置に飛ばせたわね。すごい、本当にワープした。メアリー、今のどうやったの？僕にも教えて。メアリー、それにボルクタさんも、こんなところで一体何をしているんですか？武者修行中に巨大なゲームを観測したため様子を見に行ったら、メトロの問題児が一人で魔物の大群を相手にしようとしていたから助けてあげた。かいつまんで話すとこんな感じかしらね。どうかしてるよ、メアリーもボルクタも。どうでもいいわ。アイゼングラート北方軍の果物の柿を出そうとすると、出てくるのは、はい、柿フライの方の柿です。わらわら、まったりお茶さん。特鉄隊にとって期待の新人だわ。それを言うならあなたもですよ。元セントイリス騎士団の騎士団長ビク、メアリーローズガーデンさん、これからよろしくお願いします。ええ、よろしく。でもメアリーも相変わらずぶっ飛んでるわね。ゲートを魔法みたいに飛ばすなんて、ずいぶん変わった技を使うじゃない。前みたいに遠くへ飛ぶことができなくなったからね。実戦で使えるように
自分なりにいろいろ工夫しているのよ。さっきの技は当たっても害はないから安心して。私の報告は穴勝ち間違いではなかったということですね。発射準備、交代用意。了解しました。本当、奇跡にも近い偶然ね。まさかこんなところでミストトレイに出くわすとは思わなかったわ。あなたはどうしてここに？セントイリスだけではなく、アイゼングラードの巨大樹も毒の影響が出始めているのね。車掌さん、車掌さんだ。僕だよ、ボルクタ。また会えて嬉しい。元気してる？僕は元気。また一緒に遊ぼうよ。新しいおもちゃたくさん買って。ボルクタ、ダメだよ。車掌が困ってる。任務中はちゃんとする。大シェド、大シェド、大シェド、大シェド。なんだよ、いるならいるって言ってよ。ほんと、大シェドって戦ってる時以外は存在感ないんだから。大シェドのお仕事は見張りだよ。必要な時以外は気配を殺す。大シェドの殺す、出た出た。相変わらず可愛いな。なんなのあれ、タシェトとボルクタって仲いいの？一応友達ということになっています。タシェトは友達の申し入れを断ることはないので、ボルクタさんがタシェトの戦闘力に惚れ込んで決闘を申し込んだそうですよ。もちろんタイセトは断りましたが、それ以来ボルクタさんはタイセトに首ったけというわけです。首ったけね。私にはタイセトが一方的におもちゃ扱いされてるようにしか見えないんだけど。姉様、ボルクタさんは規律を守りません。ここはアイゼングラート軍人として厳しく指導するべきかと。当然よ、私に任せなさい。ボルクタ、話は後にしなさい。魔物がすぐそこまで追いついてきてるのよ。魔物？そうよ、速やかに撤退しないと後ろのゲームにも追いつかれる。魔物？本当だ、もうすぐそこまで来てるよ。ほら、大シェト、行こうよ。魔物は殺さなきゃ。大シェトは行かないよ。しょうがないな、僕一人でみんな殺してあげるよ。その間にみんなは逃げちゃって。あ、ちょっとボルクタ、そんなの無視してさっさと列車に乗りなさい。死ね、死ね、このザコ。もっと強いやつを呼んでこい。数が増えてきました。急がないと包囲されます。霧にも追いつかれますよ。あ、もう戦ってる場合じゃないのに。やっぱり問題児ね。こういう子の子守は友禅の方が得意なんだけど、仕方ない、ここは私に任せて。メアリー、ボルクタ、命令には従いなさい。言うことを聞かないなら勝負してあげないわよ。勝負？え、勝負？僕と勝負してくれるの？ええ、あなたがいい子にしてたらね。やった、約束だぞ。僕いい子にするから絶対に勝負してね。問題解決、頑張ってね、タイヤ殿。というわけで車掌、全速で交代してちょうだい。ありがとうございます。巨大樹から少し離れればあのゲンムと魔物の群れは消えるわ。詳しいことは車内で話すから。始まりますよ。レトロゲームが好きな一人が来場しました。狙いは外しません。今宵
あなたの大事なものをいただきます。勝てました。メトロ・アイゼングラートの鉄道軍が壊滅したっていうのもゲーム卿が率いる魔物の軍勢のせいなのかしら。だとしたら重罪です。魔物を従えるだけでなく鉄道軍の基地を壊滅させるなんて。それがそうとも限らないのよ。ゲーム卿以外にも敵がいるということですか。最近メトロ・アイゼングラートの巨大樹付近で怪物が暴れているという情報をつかんでね。鉄道軍の基地はその怪物に壊滅させられた可能性があるのよ。怪物、ミストモンスターじゃないなら魔獣の類かしら。魔獣は何度か戦ったことがありますが、さすがに基地を壊滅させるのは難しいのではないですか。巨大図近くの基地は守りも固いはずです。ミストモンスターにせよ魔獣にせよ、毒を吸った者は見た目も性質も大きく変わる。怪物という呼び名は適切なのでしょうね。毒を吸った。ボルクタに接触したサマンサが言っていたのよ。何か重要な情報を掴んでいるようだったわ。鉄路の探求者もそのサマンサを追っていた。これは巨大樹に何かあるわね。バレンツで会ったサマンサも普通のサマンサじゃなかった。社外の異常を知らせる警笛です。急に減速したわね。線路上に何か見つけたのかもしれないわ。ちょっと一体何があったの。線路のすぐそばで古い建物を見つけたんだ。ボルクタが見覚えがあるって言うんだけど。あの子ったらそこを調査するって聞かないのよ。それで今ボルクタはどうしてるの。さっきメアリーといい子にしてるって約束してるはずだけど。大シェドがなんとか止めてくれてる。割と力ずくで。いきなり列車を飛び降りようとするんだもの、そりゃ力ずくで止めるわよ。その建物というのは実在する建物なの。霧が見せる幻ではなく実在する。北部にはああいうのがたくさんあるってボルクタがそう言ってた。なるほど。彼女がここにいるのも単なる偶然ではないか。いいわ、その建物を調査するとしましょう。手前で停車して徒歩で移動。ミストトレインはその建物に近づけちゃダメよ。こんなところに建造物だなんて、一体何に使うのでしょうか。鉄道軍の施設だったらボルクタさんが知っているはずなのですが。話してよ大シェト。誰も行かないって言うなら僕一人で行くしかないだろう。話さないよ。ボルクタが勝手に行くのは命令違反。タンシェトは命令違反を許さない。それに誰も行かないんじゃなくてまだどうするか決めてないだよ。ヨシノの言う通りだよ。慌てん坊は怪我するよ。怪我ぐらいなんだ。僕はあの研究所に行かなきゃいけないんだ。何をギャーギャー騒いでいるの。小さい子二人に諭されて。だって目の前に敵がいるのに誰も戦おうとしないんだもん。このままじゃ悪い奴らを逃がしちゃう。わめかないの。ちゃんと聞くからあなたもちゃんと話しなさい。メアリー大人だね。ボルクタンもいい子だよ。あの研究所はほっとくと霧の中に姿を隠すんだ。見つけたら早く中に入らないと取り逃がしちゃう。中には何があるの。魔獣だよ。魔獣。あそこは魔獣の研究施設なんだ。
中には変わった獣がたくさんいて、いろんな実験をされてるんだよ。とても凶暴なんだ。暴走すると霧を呼ぶこともできる。その話は確かなの？間違いない。中で働いてたやつから直接聞いた話だし、僕も実際に見たことがあるから。ビンゴね、化け物に近づいた。役つく、その研究施設とやらを調べるわよ。ゲーム卿がここにいる理由を突き止められるかもしれないわ。それには賛成。でもその前にボルクタに一言いいかしら？もちろん、お好きにどうぞ。ボルクタ、今から私が言うことを聞きなさい。なんだお前、偉そうに。いいから聞きなさい。私たちと一緒にあそこへ行きたいのならね。わかったよ。次、私と車掌の許可なく一人で勝手にどこかへ行こうとしたら、ここにいる全員であんたを気絶させて列車に縛り付けるわよ。これは脅しじゃないからね。わかった？どうして僕がお前の言うことを。車掌の命令。そう言ってもわからない？わかった。一人で勝手に行こうとしない。これでいい？結構。それじゃみんな行くわよ。頼もしい姉さんね。ええ、自慢の姉です。寒さなんかに負けません。動くと打ちます。よっこしょ。かゆい。かゆい。逮捕します。今宵あなたの大事なものをいただきます。狙いは外しません。いい思い出を作ろう。逮捕します。ここをキャンプ地とします。入り口にいた魔物は倒した。扉を閉めたら霧も魔物も入ってこなくなった。ここの扉、魔力で特殊な仕掛けがしてあるよ。霧が入ってこないのはいいことです。しかし問題は、この施設の内部にも幻霧が発生しているということ。かなり濃い幻霧ですね。外の霧とは性質が異なります。長いこと閉じ込められてるから腐ってるんだ。霧も魔物も実験に使われてた魔獣たちも。霧が腐るってどういうこと？悪いものをたくさん発生させるようになるんだよ。匂いもきつくなって、人間に強い恨みや憎しみを持つようになるんだ。その話も中で働いてた人から聞いたの？そうだよ。だったら何なんだ？その人はここで何をしていたの？ボルクタとはどんな関係なの？ただの知り合い。僕が檻の中に入ってた時ご飯を持ってきてくれた人。
僕のことを人間扱いしてくれた唯一の人間だよ。檻の中って、それいつの話よ。傭兵団の奴らに騙されて鉄道軍に入ってからだよ。僕は上官を何人も半殺しにしてずっと檻の中に入れられてたからね。軍の懲罰房にどうして研究者がいるのよ。私もそれ思った。ボルクタは研究者でも何でもないんでしょ。ボルクタも研究対象として見られていた。違うかしら。あの女の話を聞く限りそうだろうね。僕はメトロアイゼングラートの秘密兵器として実験台にされるところだったんだって。何よそれ。そんなことが許されるわけないわ。研究の内容と実験の方法にもよる。本人の意思があればの話だけどね。ねえボルクタ、その研究をしてたのって鉄道軍なの？一体何のために魔獣の研究なんてしてたのさ。鉄道軍も関わってたって話だけど、この研究施設を作ったのは軍じゃないよ。ミストモンスターを倒すために必要な研究だったんだって。研究内容についてはそこまで詳しくないんだ。あの女は最後にいろいろ話してくれたけど、その後二度と僕の檻には来なかったからね。最後にって、まさか。死んじゃったよ。この目で直接死体を見たから間違いない。あの女だけじゃなく、魔獣の研究に関わってた人は全員死んだ。その事件についてはメトロアイゼングラート鉄道軍の記録にも残っているわ。ボルターヤを中心とした北部研究施設職員の怪死事件としてね。原因は不明らしいけど。研究者たちをやったのは奴らが飼ってた魔獣だよ。何人か頭のネジが飛んだ奴がいたらしくてね。改造された魔獣を片っ端から逃がしていったんだ。その魔獣は研究に関わった人間だけを狙って攻撃した。ゲームの中でも生き延びる強い魔獣だ。ミストモンスターを餌にしてるからね。その魔獣はミストモンスターを食べたらもっと強くなる？ちょっとやそっとじゃ強くならない。でも発生源を食ったやつはめちゃくちゃ強くなるよ。あいつらはゲーム席で体を改造されてるんだ。吸収した魔力を自分のものにするんだよ。やばいよね。体が大きいやつに出会ったら要注意だよ。なるほどね。じゃあ、あそこにいるのはまあまあ強いかも。大瀬戸さん、あそこってどこ？廊下の突き当たり。天井に張り付いたままずっとこっちを見ているよ。霧が濃くて全然見えないんだけど。確認しました。私もお腹を空かせてそうな感じね。ボルクタ、あれは倒していいんだよね？倒すと何かまずいことある？全然ないよ。ガンガン倒しちゃって OK。 でも近くに仲間がいる場合はすぐに集まってくるからね。倒すならサクッと。ゲームはあんまり関係ないから、霧が晴れても油断しないでね。大きいのは本当に強いから。あれは大きい方？何言ってるんだよ大瀬戸。あんなの全然子供だよ。楽勝だ。ボルクタ、あなたあれと戦ったことがあるの？もちろん。逃げ出した魔獣の後始末と死体の回収が僕の任務だったからね。やっぱりね。でもこんなところにも研究所があるなんて知らなかった。ここにはきっとヤバいのがいる。鉄道軍をやったのもきっとここの魔獣だ。待ってよ怪物、僕は苦しみから解放してあげるよ。終了まであと5分なのです。30分延長しました。
今ので最後ね。全然弱くなかったんだけど。小さくもなかったわね。小さいの基準は人それぞれ。吉野のことを大きいっていう人もいるぐらいだからね。いや、そんな人はいないでしょう。いるのか。答えは霧の中。今の戦闘で魔獣の魔力特性はつかめました。目視できなくても気配で探れそうですね。でも動きが早い。さっきみたいに遠くでじっとしてたら大丈夫だけど、挟み撃ちされたら大変だよ。さすがは大瀬戸、いい読みしてる。あいつらはすばしっこいし、壁も天井も走れるから、室内だと結構目が回るんだよね。そりゃ研究者たちも瞬殺されちゃうわけだよ。研究所で飼われていた魔獣たちは外に逃げたのよね。どうしてまた研究所にいるのかしら。ここの魔獣たちは恨みを持った人間を襲うんだ。無差別に食い散らかすわけじゃないんだよ。ということはこの研究所にはまだ人がいると。そういうこと。誰がいるのか楽しみだな。恨みを持っている人、襲う魔獣。そっか、だからさっき大瀬戸はあの魔獣に襲われなかったんだ。大瀬戸たちは別に恨まれてないから。侵入者としてただ警戒されていただけだったんですね。でも今はもう違う。あなたたちは魔獣の恨みを買ってしまった。この声は。ごきげんよう、特鉄隊の皆さん。いつもごきげんようこです。出た、ごきげんようこ。ごきげんよう。ようこさん、なぜあなたがここにいるんですか。あら、私がここにいてはいけない。ここにいる理由を聞いているんです。メトロアイゼングラートの巨大樹は今危険な状態です。毒の影響で得体の知れないものが辺りをうろついているんですよ。そのことなら気になさらないで。あなたの言う得体の知れないものの正体は知っていますから。何ですって。ご存知のはずですよね。ここ最近メトロアイゼングラートの北部で怪物が暴れ回り、鉄道軍を襲撃し悪質な霧を発生させていると。その怪物というのはメトロアイゼングラートで作られた魔獣。あなた方が毒と呼ぶ霧を喰らい巨大化し、巨大樹からこの世界ではない別の世界にまで獲物を探しに行った獣です。ここではない別の世界。巨大樹に毒を流し込んでいる異界のことを言っているのね。その怪物はイリスメトロと異界を行き来した。そして今はこちらに戻ってきて暴れていると。あなたは。メアリーローズガーデン、元セントイリス騎士団長。もちろん存じています。名将ブルーローズの弟子にして史上最年少の騎士団長。その他の活動についてはこの場では申し上げない方がよろしいかしらね。何を言っても構わないわ。私はあなたの言葉による影響を受けない。さすがですわね。精神が全く乱れない。セントイリスの騎士であるのに錦の呪術への耐性がかなり強い。友禅さんに鍛えてもらったのですか。間違いではないけれど正解でもない。あなたの千里眼は優秀だけど全てを見通しているわけではないよね。驚きました。私の千里眼が見抜かれているとは。なるほど、やはりリカルドの側近は違いますわね。無傷で手に入れるのは難しそうですわ。おいお前、その千里眼ってのは何だ。特殊な能力なのか。まあ何でもいいや。お前かなり強いな。ここでどのくらい生き延びてる。どのくらい大きな魔獣を倒したことがある。あらあら、あなたはボルターヤの問題児さんですね。獣のような目、
闘争心を隠せない不器用な性格。あなたも檻の中で飼われていた怪物なのですか？質問に答えろ。お前はどのくらい大きな魔獣を倒した？そんなに大きなものとは戦っていません。目当ての子はここにはいないみたいなので。でも数はそこそこ倒しましたよ。10か20か30か。あの魔獣を一人でそんなに。今のはこの研究所内での話です。外ではもっと殺しましたよ。なるほどね。魔獣の恨みも買うはずだ。どういうことか説明して。この辺りで魔獣がたくさん暴れているのはあのヨウコとかいう女のせいだ。霧の中でおとなしくしていた魔獣をわざと殺してるんだよ。おいヨウコ、お前は魔獣の研究に関わってたのか？いいえ、私はただ毒を吸った大きな魔獣を見たいだけ。メトロアイゼングラートの研究などには一切関与していません。ご安心ください。あなたを獣扱いした人間たちとは違いますから。ヨウコ、さっきからボルクタにひどいことを言ってる。人が傷つくようなことを言っちゃいけないんだよ。あら、そうですか。私は単に事実を述べたまでなのですが。ボルクタはいい子だよ。怪物でも獣でもない。大瀬戸のお友達。あらあら、それは失礼しましたわ。お詫びに錦に伝わる有名な言葉を教えて差し上げます。ルイは友を呼ぶ。この意味がお分かりかしら？ヨウコさん、そこまでです。私の友人を侮辱することは許しません。ごめんなさい。可愛い子を見るとつい意地悪なことを言ってしまうのです。この性格直さなければいけませんね。ボルクタさん、この研究所の魔獣を一匹残らず殺したいですか？そのつもりだよ。あいつらは檻の外に出たらいけない。よかった、私と同意見ですわね。では魔獣が隠れているところに案内して差し上げましょう。私についてきてください。どうする？このままホイホイついていって大丈夫かしら？でもこのまま魔獣を放ってはおけませんよ。危険なのはあの女と一緒に行動することよ。魔獣の住処を教えてもらうだけで、あとは自分たちでやりましょう。了解。他に何か気をつけることはある？ベテランの意見を今ここで聞いておきたいの。あの女と戦わないこと、それからあの女と取引をしないこと、この2つは守ってほしい。 OK、 それで行きましょう。ボルクタ、聞いてたわね。あの女には関わらないでよ。喧嘩売ったり勝負を挑んだりしないでね。分かってるよ。命令はちゃんと守る。さっきもおとなしくしてただろ。そうね、よく耐えていたと思うわ。その調子で頼むわよ。あの女が言ってたことは全部本当だったんだ。やつら、僕が実験に協力したら。配信中に寝たりしないこと。小村屋雄介さん。メアリー、あの子のこと頼んだわよ。いらっしゃいです。よく見ておいてちょうだい。了解、頼まれた。始まりますよ。動くと撃ちます。かゆい、かゆい。逮捕します。狙いは外しません。アニマルパワー。
いい思い出を作ろうね。勝てました。着きましたわよ。この部屋に少し大きめの魔獣が隠れています。それを倒せばこの施設の霧は晴れるかもしれません。それはどうかな。そいつを倒しても霧が晴れるとは限らない。魔獣がゲームの発生源になることはあまりない。ゲームが好きな一人が来場しました。でも放っておくわけにはいかないでしょう。お前何か持ってるの？女の一人旅ですもの。もちろんいろいろ持っていますわ。何か必要なものがあれば。明日から5連休だから、もう年末年始恒例のボドゲ配信始めちゃおうかしら。僕たちが来る前にここで何をしてた？ボルクタ、リベギフト、ありがとうです。大瀬戸、あいつ何か隠してるぞ。この研究所にあったものを持ってる。何を持ってるの？わからない。でも間違いない。あの女の手から実験室の匂いがする。実験室の匂い、わからない。そんな匂いはしない。大瀬戸がわからないとなると、魔法や呪術で対策を講じてる可能性がありますね。少なくとも魔力を殺すことは可能です。ボルクタ、実験室にあるものであの女が持っていきそうなものはある？檻の鍵に薬、それから魔獣用に加工されたゲーム石。最後のが怪しい。どう考えてもそれでしょう。まあまあ、困りましたね。ボルクタさんは魔獣並みに鼻がいい。勘のいい子と鼻が利く子は大人に嫌われますわよ。ただのゲームじゃないわ。とても気持ち悪い。千本鳥居で呪いをもらった時に似てる。ヨーコ、お前それをどこから持ってきた？どこって、あなたが鍵取った通り、ここの実験室から盗んできたのですわ。メトロアイゼンクラートはろくな研究をしていませんのね。ミストモンスターを倒すためにミストモンスターより厄介なものを作り出してしまうなんて。ご覧なさい、この霧の量、魔力の質、なんて危険なものなのでしょう。人が作ったものとは思えません。ベルフォレットの魔法と錦の呪術も使われている。魔獣を道具のように扱うために様々な工夫が施されています。それはただの加工品じゃない、失敗作だ。霧を吸って大きくなった魔獣にも効き目が強すぎた。もちろん存じていますわ。実験に携わっていた研究者の過去を見ましたから。こちらの世界の方々は本当に野蛮ですね。自分の身を守ることで頭がいっぱいなくせに、強さを手にするという欲求だけは捨てきれない。一体どうしてなのでしょう。人同士の争いがほとんどない世界だというのに。何ごちゃごちゃ言ってるのよ。いいからこの霧を何とかしなさい。そのゲーム席に込めた魔力を解除して。それはできません。だってこれは失敗作なのですから。一度発生したゲームはたとえこの石を破壊しても消滅しない。何ですって？この変な霧を消す方法は一つだけ。魔獣に吸わせるしかない。吸わせた後に殺せばいいの？そう、全部吸わせて殺せばいい。でもこれだけたくさんの霧を吸ったらかなり強くなるよ。それ以外にも霧を晴らす方法はありますわよ。お前を消す方法、小村屋雄介さん、すべて吸い込めばいいのです。ゲームへの耐性があっても、
この霧には耐えられません。人間も怪物になれるかもしれませんよ。みんな今すぐ鼻と口を塞いで、できるだけあの発生源から離れるのよ。魔獣、さっきのよりも大きい。数もさっきより多い。結構大変かも。ビビアンとヨシノがすっごい具合悪そうだよ。あまり長い時間は戦えない。霧を晴らすのは無理だ。ひとまず動いてる魔獣を倒すしかないよ。実験開始。デカ長、事件であります。今宵、あなたの大事なものをいただきます。アニマルパワー！逮捕します。狙いは外しません。いい思い出を作ろうね。いい思い出を作ろうね。今回は人類の勝ちですね。デカ長、事件であります。動くと撃ちます。よっこしょ。ガオガオ、アニマルパワー。逮捕します。今宵、あなたの大事なものをいただきます。目標沈黙。襲ってきた魔獣は全部倒したよ。でもこの妙な霧は消えません。むしろさっきより濃くなっている。ごめん、私結構きついかも。ヨシノも。狭いところでこの霧はとても厳しい。ビビアン、ヨシノ、二人とも魔力を制御できていないわよ。しっかりしなさい。そのままだと戻って来られなくなる。戻って来られなくなるって、それどういう意味ですか？自我を失う。わかりやすく言うと、さまよう生のようになってしまうわ。そんな、急いでお二人を外へ連れ出さないと。落ち着きなさい。平常心を保つのよ。興奮すれば余計に霧を吸い込むことになる。この霧は魔力に反応してる。ありとあらゆるところから入ってくるよ。どうやら効果ありのようですわね。イリスメトロの研究者は本当にとんでもないものを作りましたね。軍人も研究者も。これに関わった者は全員死罪に値しますね。魔獣に報復されずとも、いつか真実を知った者に殺されていたでしょう。こうなると分かって使ったお前も同じだ。一
人を魔獣化させる効果があるか試しただろう。まさか。こうなると知っていたら使いませんわ。このクソ女。まあお下品。その言葉遣い、壊れたおもちゃのことを思い出しますわ。クソ女クソ女とよくわめいていましたね。クソ女、あなたまさかカナーリアを知っているの？ええ、もちろん。だってあの方、こちらでは有名人でしょ。異界の毒に取り憑かれた変わり者。彼女を悪者扱いしていた人も多いですが、言ってしまえばここの研究者たちもカナーリアと変わりませんわ。人は何でも霧のせいにする。でもあなた方が吸い込んだこれは人間が作り出したもの。そのことをよく覚えておくといいですわ。待て、どこへ行くんだ。お目当ての子の居場所が分かったので巨大樹へ行きます。私が会いたいのは一番大きな怪物。イリスメトロを飛び出して異界で大暴れしたあの怪物はどうやら巨大樹の中に閉じ込められているようですよ。巨大樹の中に閉じ込められてる。ヨーコ、お前さっき研究者の記憶を見たって言ってたな。そいつの記憶の中から情報を盗んだのか。ええ、その女の記憶の中には重要な情報がたくさん詰まっていました。それから鎖でつながれた二足歩行の化け物の記憶もたくさん。あいつここで働いてたのか。魔獣を檻に閉じ込めて、いろいろな薬を打って飲ませて、制御できないゲーム席のガラクタを体内に埋め込んで、戦闘に特化した怪物を作り出した研究者たち、みんな罪人ですわ。魔獣に食い殺されても文句は言えません。ヨーコ、お前。ボルクタ、やめて。うるさい。なんでかわからないけどムカつくんだ。今ここで殺してやりたい。こいつを許せない。ボルクタ、やめないならタイシェドが力ずくで止めるよ。タイシェド。ボルクタは人間だよ。いい子だよ。魔獣でも怪物でもない普通の子だよ。ただ狩りの仕方しか知らないだけ。だからみんなと一緒に頑張って狩り以外のことをお勉強しなきゃいけないんだよ。タイシェドと同じだよ。タイシェドたち、お友達でしょ。そんな目でお友達のことを見ちゃいけないんだよ。ああ、素晴らしい友情ですわね。拳を交えて語り合うような青くて野蛮な感じが良いですね。それでは皆さん、ごきげんよう。あの女、ゲートを使えるの？そんなことより脱出！残念だけど、この霧はここに閉じ込めておくしかないよ。メアリー、ゲートを使ってください。列車はすぐそこです。この距離ならつなげられるはずですよ。つなげられるけど、全員は無理よ。吉野とビビアンだけ飛ばしても、二人を守れる人がいない。でも、歩いてここを出るのは無理です。部屋の外には魔獣がうようよいるんですよ。ちょっと離席しますね。
この隙に寝るか、ホムラヤユウスケさん。戻りました、ショボーン。サマンサ、こいつは大丈夫だ。さっき巨大樹の近くでも話しかけられた。ボルクタに情報をくれたサマンサよ。なんだかよくわかんないけど、このままここで魔獣になるよりはいいわ。車掌、いいわよね。始まりますよ。アニマルパワー。逮捕します。狙いは外しません。いい思い出を作ろう。今宵あなたの大事なものをいただきます。動くと撃ちます。わかりました。犯人は、あれ、もう終わってますね。ミストトレイン、すごい、本当に一瞬で戻ってきた。終了まであと5分なのです。どうやって、あ、そうだ、リビア、ヨシノ、大丈夫？30分延長しました。それに気持ち悪い、と思ったけど、もう平気みたい。ヨシノもです。嘘みたいに復活しました。あの霧から離れたからでしょうね。一度吸い込んだ分があるから、まだ油断はできないけれど。え？どうしてサマンサが毒を中和できるのかしら。たとえ巨大樹の使いであっても、そんなことできるはずが。ミストトレイン、いつでも発射できます。車掌殿、炉に魔力を注入してください。サマンサと行く巨大樹の鉄路、メトロアイゼングラート編。バカなこと言ってないで持ち場に着きなさい。はーい。とりあえず巨大樹の方に向かえばいいのよね。サマンサ、教えてください。私たちは巨大樹に行ったら何をすればいいのですか。そうすれば巨大樹が魔獣の力を取り去ってくれると思った。毒を吸っていたとしても中和し、浄化してくれると思った。大方、そんなところでしょう。
陽子が言ってたことは本当だったんだ。森人が死に、巨大樹も死ぬ。そして第二の鋼鉄樹が生まれる。そうなったらもう特鉄隊だけじゃ止められないわよ。ゲーム卿のことね。鉄路の探求者を使ってサマンサの居場所を聞き出そうとしていた。怪物の居場所を知りたがっていたのでしょう。急がないと陽子に先を越されるよ。サマンサ、準備はできたんだからさっさと巨大樹まで連れてけ。ミストトレイン発射します。目標はメトロアイゼングラートの巨大樹。わかりやすい一本道なので全速力でぶっ飛ばしますよ。いよいよ巨大樹の中に行くのですね。怖い？全く怖くないと言ったら嘘になります。でも姉様が一緒なら平気です。そういう考え方をしてるうちはまだまだよ。私がいなくなった時のことまで考えるのがプロでしょ。はい姉様。巨大樹の内部です。セントイリスの時と違って大量のサマンサはいませんね。魔物の群れもいない。ゲーム卿がいるからもしかしたらって警戒してたけど、どうやら余計な戦闘はしなくてよさそうね。ここが巨大樹の中。すごいね。綺麗だね。うん、とっても綺麗だ。こんなところに怪物がいるなんて信じられない。そうだね、信じられないね。ねえボルクタ。何タイシェト。ボルクタはいい子だよ。初めて会った時と匂いが違う。そうなの？どうしてだろう。きっとトレインナイトになったからだよ。ボルクタは車掌と出会ってから変わったんだよ。大切な人ができるとね、人は目の色が変わるんだって。大切な人、僕にはよくわかんないよ。そうよ、ここにリカルドがいない。助けてくれる森人はいない。だから自分の力で何とかしなければならない。そうだったわね。メトロで学んだことをもう忘れるところだった。そうですよメアリー、私たちは特鉄隊、みんなで力を合わせて戦うんです。車掌さんを守るのも助けるのも私たちみんなの仕事です。たとえそこが地下の世界でもアイゼングラートの巨大樹でも変わりません。あら、いいリアクション。まるで私たちの存在に気づいていなかったみたいね。鉄路の探求者も見当たりません。この中では力を制限されるものと思われます。森人の力はまだ残っている。頑張ってくれているのね。当然です。ここはアイゼングラート、我らが祖国。雪と鋼鉄の巨大樹がそう簡単に枯れるはずがありません。よく言ったわ。それでこそアイゼングラート軍人よ。お前さっきの鉄路の探求者だな。匂いでわかるぞ。正確には
鉄路の探求者を遠くから操っていた犯人よ。じゃあ戦うなら好都合だ。本体の方を潰せるんだからね。あら、珍しく気が合うわね。あれ、そういえばいないね。ついさっきまで車掌さんの隣にいたのに。森人は不要、恐怖に怯えてこの場を去った。その言い方だとさっきのサマンサが森人みたいじゃない？なるほど、そういうことだったのね。だからあのサマンサは私たちをここに導いた。毒を中和することも魔力を浄化することもできた。あのサマンサは巨大樹の森人よ。雪と鋼鉄の国アイゼングラートを守る者。ふざけんな！アイゼングラートの森人が弱いわけない！そうですよ、森人はまだ力を失っていません。あなたのような悪人に巨大樹を好きにさせません。お前、毒を吸った怪物が欲しいんだよな。この世界でも外の世界でも散々暴れ回ったお尋ね者をどうするつもりなんだ。どうすればその玉座に近づけるんだ。怪物に道案内させるのか。相変わらず頭が悪い。どうか、完全に行っちゃってるわ。この人は止めないとダメ。いろんな場所でおかしなことをしちゃうと思う。ちょっと思ってたよりでかくない？ええ、思っていたよりだいぶ大きいわ。何を食べたらあんなに大きくなれるのかな。剣舞とか魔物とか毒とか。何言ってるの？これだけやってくれたら十分よ。あとは私たちに任せなさい。必ずこの怪物を倒してみせるわ。行くわよベッチャ。はい、姉様。ボルクタ、ようやく暴れられるね。大使とも一緒に戦うよ。この時を待ってた。ずっと待ってたよ。もう一生分我慢した。僕がここで終わらせる。僕がその鎖を切ってあげるよ。アニマルパワー！動くと撃ちます。よっこいしょ。逮捕します。今宵あなたの大事なものをいただきます。狙いは外しません。いい思い出を作ろう。通りですよ。ごめんなさい。ガオガオ。動くと撃ちます。よっこしょ。ガオガオ。
狩りをしましょう。いい思い出を作ろうね。ごめんなさい。今回は人類の勝ちですね。ゼロ、東方プロジェクトが好きな一人が来場しました。戦いの最中によそ見をしてる方が悪いんだよ。今僕ね、自分でもわからないぐらいムカムカしてるんだ。魔物と戦うことは慣れているはずなのに、人間と戦うことだって平気なはずなのに、どうしてだと思う？ごめんボルクタ、腕を切り落とそうとしたんだけど落ちなかった。この人変な魔力に守られてるよ。それでもこちらの攻撃は奴に通用する。追い詰めた、これなら勝てる。消えた？ゲートも使わずどうやって？免疫、できれば晴らさない方がいい霧のことだね。もしかして巨大樹が力を取り戻すと、吉野たちが免疫って呼んでいる霧を向こうの世界に流すことになるのかな。じゃあ向こうの世界の人も異界の毒って呼んでるものがあるのかも。空間が歪んでる。森人の間が崩壊しようとしているわ。強い魔力があの裂け目の中から漏れてるわ。そのうち本当に毒が流れ込んでくるのかも。巨大樹の森人に鉄分注入ってできるんですか？わからないわ。でも逆はできるんだから可能なのかも。異界からの使者？害のあるものを押し付け合っている、そんな感じがする。ここはあの研究所があったところです。もうすっかり霧は晴れているようですね。きっとあの怪物を倒したからですね。今回はラッキーだったわ。巨大樹の森人に助けられた。私もそう思います。もし森人の助けがなかったら今頃研究所の中で。そういえばあのヨーコとかいう女はどこへ行ったのかしらね。あの怪物を追って巨大樹に入ったんじゃなかったの？確かにゲートを使いこなしていたので巨大樹で遭遇してもおかしくはなかったと思うのですが。きっと
森人が何とかしてくれたんだよ。強くて誇り高くて責任感がある感じだったから。さすがはアイゼングラートの森人ね。私に共通するところがいっぱいあるわ。例えば？強くて誇り高くて責任感があるところです。おお、妹バカ。ちょっとベスチャはバカじゃないわよ。姉バカ。はあ？意味が分かってないようなのでもういいです。終わったね。終わってない。そうなの？なんで？わからない、わからないけど、これで終わりって言っちゃいけない気がする。霧は消えたし魔獣はいないのに、どうしてだろう。それは多分気になることがあるからだよ。ボルクタは今回の事件で何か気になることができたんだよ。大瀬戸、手伝うよ。お仕事でメトロンに来た時、一緒にボルクタの気になることを探そう。うん、まあその時は頼むよ。ボルクタ、やっぱりボルクタはいい子だね。ダンシェとボルクタとお友達になれてよかったよ。前よりも仲良くなれた気がする。じゃあ決闘してくれる？それはダメ。なんでよ、いいじゃん、ちょっとぐらい。ゼロ、フェイト、グランド、オーダーが好きな一人が来場しました。こうなると思ってたよ。さすがは車掌くんだ。メトロでもしっかりやり遂げてくれたみたいだね。外の舞台集合集合。鋼鉄樹の茨が少し動いたっぽいぞ。命をかけて調べてまいれ。デカ長、事件であります。かゆい。逮捕します。狙いは外しません。いい思い出を作ろう。動くと撃ちます。ゾンビですよ。ごめんなさい。動くと撃ちます。よっこしょ。かゆい、かゆい。もう狩りをしましょう。いい思い出を作ろう。逮捕します。ごめんなさい。怖くないですよ。狙いは外しません。ゾンビですよ。逮捕します。わかりました。犯人は、あれ、もう終わってますね。
デカ長、事件であります。動くと撃ちます。よっこしょ。ガオガオ。逮捕します。狙いは外しません。いい思い出を作ろうね。よっこしょ。怖くないでしょ。そうですよ。ごめんなさい。今宵、あなたの大事なものをいただきます。動くと撃ちます。よっこしょ。ガオガオ。太鼓に合わせられるかも。いい思い出を作ろうね。逮捕します。ごめんなさい。勝てました。記録を開始する。今宵、あなたの大事なものをいただきます。動くと撃ちます。よっこしょ。ガオ。狙いは外しません。いい思い出を作ろうね。ゾンビですよ。ごめんなさい。動くと撃ちます。かゆい。ガオガオ。よっこしょ。ガオガオ。ピピー、止まりなさい。いい思い出を作ろうね。逮捕します。ごめんなさい。怖くないですよ。狙いは外しません。ゾンビですよ。逮捕します。ガオ。かゆい、かゆい。よかった、よかった。今日のことは忘れないよ。始まりますよ。ガオガオ。何でも知ってるお姉さんだよ。怖くないでしょ。ゾンビですよ。逮捕します。狙いは外しません。いい思い出を作ろうね。動くと撃ちます。よっこしょ。ごめんなさい。よっこしょ。ガオ。かゆい。ガオガオ。太鼓に合わせられるかも。いい思い出を作ろうね。逮捕します。ごめんなさい。動くと撃ちます。一斉に囲みましょう。狙いは外しません。逮捕します。ゾンビですよ。ガオ。動くと撃ちます。今回は人類の勝ちですね。始まりますよ。アニマルパワー。
今宵あなたの大事なものをいただきます。動くと撃ちます。よっこしょ。ガオガオ。逮捕します。狙いは外しません。いい思い出を作ろう。逮捕します。よく使用しましょう。ゾンビですよ。ごめんなさい。よくしょ。ガオガオ。動くと撃ちます。よくしょ。ガオ。逮捕に合わせられるかも。いい思い出を作ろう。逮捕します。ごめんなさい。一斉に囲みましょう。狙いは外しません。ゾンビですよ。逮捕します。ごめんなさい。ガオガオ。動くと撃ちます。今回は人類の勝ちですね。寒さなんかに負けません。動くと撃ちます。かゆい。ガオ。かゆい。逮捕します。狙いは外しません。いい思い出を作ろう。逮捕します。ゾンビですよ。ごめんなさい。アニマルパワー。動くと撃ちます。よっこしょ。ガオガオ。よっこしょ。ガオガオ。動くと撃ちます。よっこしょ。ガオ。太鼓に合わせられるかも。いい思い出を作ろう。逮捕します。終了まであと5分なので。30分延長しました。一斉に囲みましょう。狙いは外しません。ゾンビですよ。逮捕します。ガオ。動くと撃ちます。よっこしょ。シグマ。ガオ。あなたの大事なものをいただきます。ありがとうです。止まりなさい。いい思い出を作ろう。逮捕します。勝てました。寒さなんかに負けません。ガオガオ。逮捕します。狙いは外しません。いい思い出を作ろう。ゾンビですよ。ごめんなさい。動くと撃ちます。よっこしょ。動くと撃ちます。かゆい。ガオガオ。
動くと打ちます。よっこいしょ。ガオガオ。太鼓に合わせられるか。いい思い出を作ろうね。逮捕します。ごめんなさい。今宵あなたの大事なものをいただきます。怖くないですよ。狙いは外しません。ゾンビですよ。逮捕します。え、ガオ。動くと撃ちます。え、ガオ。よっこいしょ。ガオ。いい思い出を作ろうね。ここをキャンプ地とします。そういえばまだ2022年の挨拶してなかったから、明けましておめでとうございました。エール動くと撃ちます。よっこいしょ。ガオ。いらっしゃいです。狩りをしましょう。ごめんなさい。逮捕します。狙いは外しません。いい思い出を作ろうね。動くと撃ちます。え、ゾンビですよ。ガオガオ。動くと撃ちます。よっこいしょ。ガオガオ。なんでも知ってるお姉さんだよ。ガオ。太鼓に合わせられるか。いい思い出を作ろうね。逮捕します。今宵あなたの大事なものをいただきます。ピピー、止まりなさい。逮捕します。狙いは外しません。ゾンビですよ。え、ごめんなさい。動くと撃ちます。今回は人類の勝ちですね。激しいのは嫌ですね。ガオ。逮捕します。狙いは外しません。いい思い出を作ろうね。逮捕します。ガオ。狩りをしましょう。ごめんなさい。動くと撃ちます。よっこいしょ。怖くないです。ゾンビですよ。動くと撃ちます。よっこいしょ。ガオ。動くと撃ちます。よっこいしょ。ガオ。太鼓に合わせられるか。いい思い出を作ろうね。ごめんなさい。一斉に囲みましょう。逮捕します。狙いは外しません。よっこしょ。ゾンビですよ。ガオガオ。今宵あなたの大事なものをいただきます。
よっこしょ。ちょっと離席しますね。アニマルパワー。狩りをしましょう。ごめんなさい。動くと撃ちます。いい思い出を作ろうね。逮捕します。何でも知ってるお姉さんだよ。怖くないでしょ。そうですよ。逮捕します。今回は人類の勝ちですね。戻りました、ショボーン。寒さなんかに負けません。狙いは外しません。
いい思い出を作ろうね。そうですよ。ガオガオ。よっこしょ。ガオ。動くと撃ちます。ガオ。かゆい。よっこしょ。ガオガオ。狩りをしましょう。逮捕します。狙いは外しません。ゾンビですよ。ごめんなさい。カイコに合わせられるかも。いい思い出を作ろうね。動くと撃ちます。ガオガオ。ガオ。何でも知ってるお姉さんだよ。動くと撃ちます。ガオ。狩りをしましょう。ごめんなさい。動くと撃ちます。ピピー止まりなさい。狙いは外しません。ゾンビですよ。いい思い出を作ろうね。ガオ。動くと撃ちます。よっこしょ。かゆい。ガオガオ。よっこしょ。かゆい。ガオガオ。動くと撃ちます。かゆい。ごめんなさい。一斉に囲みましょう。狙いは外しません。いい思い出を作ろうね。逮捕します。ゾンビですよ。ガオガオ。ガオガオ。動くと撃ちます。ガオ。動くと撃ちます。ガオガオ。逮捕します。ゾンビですよ。ごめんなさい。狙いは外しません。勉強不足だよ。動くと撃ちます。勉強不足だよ。ガオ。よっこしょ。ガオ。太鼓に合わせられるかも。いい思い出を作ろうね。動くと撃ちます。ガオ。よっこしょ。ごめんなさい。一斉に囲みましょう。狙いは外しません。逮捕します。ゾンビですよ。ガオガオ。動くと撃ちます。よっこしょ。ガオガオ。動くと撃ちます。勉強不足だよ。かゆい。ガオガオ。狩りをしましょう。ごめんなさい。動くと撃ちます。ピピー止まりなさい。いい思い出を作ろう。ゾンビですよ。狙いは外しません。ガオ。ガオガオ。勝てました。
この辺りで終わりますね。来場者数44名様、コメントご視聴ありがとうございました。来てくださってありがとうございました。お疲れ様です。